ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、見ていただいている方いつもありがとうございます。ありがとうございます。どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。メッセージもどんどんいただければ、お待ちしております。はい、はい、あのケーススタディとして、はい、いろんなタイプが知られるかなと思っております。まあ、本人の声が一番参考になりますので。そうですね。あとまあ思うにそのご自身がタイプ何々ですっておっしゃってるんですけども、うん、本当にそうか、本当にそうかはありますよね。タイプ6の疑い僕はまあ疑いじゃなくて、はい、この人言ってることはこのタイプだなみたいな、なるほど、感じ方をすることはよくあります。私は皆さんに対して、うん、いやなんかあまりにその、うん、タイプ6ですっていう人が少ないので、うん、お前が本当にそうかと。でタイプ6を疑ってる人多くないですか。あ、コメントくれる人、あ、タイプ6かもっていう人はちょっと最近いらっしゃいますね、うんうん、はい、5かとか5、2か6かとか、はい、そういう人は多いですよね。まあ、そういった5人が、まあ、この性格タイプの分析というのでいろいろ挙げられているので、うん、そのタイプの5人についてちょっと取り上げていこうかと、取り上げていこうかと思っております、はい、よろしくお願いします。お願いします。でまずここで、挙げられているのが、うん、タイプ1とタイプ3、うん、タイプ3で5人をする人が多いってことですかね。そうですね、うん、が多いよと、うん、このタイプ1とタイプ3が間違えられるのは、うんうん、どちらのタイプも有能で高い組織力を持っているからであると。分かる気がします。もし一つの孤立した行動だけ、うん、例えば会議の議長をやらせるとか、うんうんうん、計画を何か立てなさいってすると、うんうんうん、彼らの能力は極めて似ていると、うん、似てますね合理的にうん、うん、が混同されるだろうと、うんうんうん、ただこの2つのタイプは、うん、まあ、動機の点が違うよ、動機が違うってなってます。タイプ1は理想主義で人生のあらゆる分野、うん、とりわけ感情生活において、うん、失敗、過ちが生じないように、うん、自分自身も周囲も討議をしようと努めると、うんうん、完璧さと秩序を求めて努力しています、うん、確固たる良心、うん、彼らは良心を持っていますと、うん、公平さが重要だと、はい、良心を持っていて内面から動機づけられて、うん、時間などの資源を無駄にしないように、うん、また、十分不完全だったり、うん、努力しなかったり、うん、っていうことは良心が咎める、うんうん、でそんな立場に自らを置かないように、うん、自分を討議して有能であると、うんうん、動機が何でその、うん、良心にあるよと、うん、対してタイプ3、うん、タイプ3っていうのは有能な実利主義者であって、うん、理想主義じゃないと、うん、実利主義、うん、こっちタイプ1は理想主義、うん、なのでタイプ3は健全な状態でなければ、うん、内面から動機づけられていない、うんうん、しっかりした良心を持っていない、うん、ディスってますねただし、うん、その屈辱を受ける対する恐れが、うん、彼らの行動の内的規制装置として働くと、うんうん、なんであちゃんとしているように見せなきゃっていうことなんですかね、うんうん、そうなんかうさんくさいって見られたら嫌だみたいなとこですよねきっと、はい、なのでそれがあの規制装置として働くよと、うん、でタイプ3は、成功や名声や出世に関心を持っているので、うん、彼らの中に認められる有能さはそういった目標を達成するための方法だと、うんうんうん、でその感情的な深みや感情の幅が未発達のままなので、うん、通常のタイプ3は何かに長い間情緒を乱されることは滅多にない、うんうん、なんでその一般的に自分の感情によって気をそらされるっていうこともないよと、うんうん、なんでエネルギーの大部分は目標の達成のために脇目も振らずに打ち込む、うんうんうん、なんでそのやってることは一緒でも考えてることは、うん、その思い動機が違う、動機が違うって話をしてます、うん、であとはどちらのタイプも大抵丁寧で礼儀正しいが、うんうんうん、
まあ、2人とも冷淡で人間味に欠ける場合がある、うん、それはまあ多分合理的の、うんうん、合理タイプの特徴なんですかね。で通常のタイプ1については、うん、奥深い感情が抑えられていたり、うん、どこか他の場所、うん、例えば社会改革に消化されている印象を受ける、うん、ちょっと分かりにくいですかね、うん、このタイプ1は通常自分の感情を外に出るのを許さない、うん、これは本能タイプなんですかね。本能タイプ、怒っているのを出したくない、うん、と抑えている。タイプ1の人ってルールじゃないですか、はい、社会のルール、完璧な世の中であれば自分は安全、はい、こう正しく、だからその正しくとか公平とかっていうのもその社会の仕組みの中に必要なんですよね、はい、で怒りっていうのも良くないっていうのが自分の中にあるから自分も良くないっていう、世の中の人が怒ってたら良くないじゃないですか。なるほど、うん、なので怒りっていう感情も良くないっていうのは自分自身の中で思ってるので、なるほど、だから公平さと一緒ですよね。なので怒ってるっていうのを抑えなきゃいけないって思いが働く怖い怖い、そうだから怒ってないって言うんだけどちょっと怒ってるよねみたいな、イライラ感が伝わるんです、ね、伝わるみたいな。確かにその彼らの間に最もよく見られる否定的感情は正義の怒り、うん、悪に対する義憤、うん、自責心があると、うん、しかしタイプ3においては、うん、その冷たい感情という印象は深い感情の欠如を示すものであると、うん、タイプ3は魅力と人柄を打ち出すことで感情を持っているっていう印象を与えることができる。しかしそのこういった感情状態がいかに無節操な性質を持っているかということは、タイプ3は自分の感情を状況に応じてまた相手によってくるくる変えるっていう点で見分けがつく、うん、なんでその礼儀正しいけども冷淡で人間味で欠けるっていうのは、タイプ1は自制心で抑えているから、うん、自分の感情を、うんうん、多分怒りを抑えているから、okay、だから良くないものだみたいな、ここで出すべきではないみたいなことを思ったりして抑えてる。でタイプ3は出せるんだけれども、うん、人を見て出すか出さないか、うん、そうを計算している。だから感情が多分浅いんですよねきっとなるほど、ね、表面的というか、うんうん、そんなに深く思ってないみたいな、はい、あとはそのこれに加えてタイプ1は完全であろう、うん、で勤めているのに対して、うん、不完全だから完全であろう、うんうん、で勤めているのに対して、うん、タイプ3はすでに自分は多かれ少なかれ完璧だと思っている、うんうん完全だと思っているよと、うん、事実タイプ1は、うん、私の言うことを聞きなさい、うん、私は正しく生きる道を知っている、うん、と言います、うん、一方タイプ3は私のようになりなさい、うん、私はどうすれば成功できるかを知っている、うん、と言います、うん、タイプ1は完全性、とりわけ論理的完全性を求めて、うん、努力している人の見本として自分を提示します、うん、しかしタイプ3は個人の完全さ、うん、特に個人の望ましさの手本、うん、できる人間を見せることでそれを示すと、うんうん、成功したいなら私のようにしなさいみたいな、ね、そうですね、うん、で1の人は多分人間はこうすべきだみたいな感じですよ。でまあこの2つのタイプ、うん、そう両方とも考えるっていうことで非常に似ている、うん、で、タイプ1はユングの言うところの外向型の思考タイプ、うん、で客観的で非個人的であろうとするが、うん、タイプ3はこのタイプ3の思考は、うん、タイプ1の外向型思考に似て、うん、目的思考型で実利的であるが、うんうん、厳密な意味でユングとの関連性はないと書いてあります、うん、違いは、うん、まあ、タイプ1は望ましい理想に至る上で、うんうん、どの客観的手段が最適かを見つけ出そうとするが、うん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 、タイプ3は自分の目的を達するための
最も効率的な手段を考える。なんでその道徳観や理想主義はタイプ3の中には全く入ってこない。でもそれらの資質はタイプ1の中にはあるというふうに書いてあります。成功するためには邪魔だったりしますからね、そういった感情がね、感情さえタイプ3にとってみると、はい、あとそのタイプ1とタイプ3で違うのは、自己主張か融和かなんですよね。なのでこう1の人は多分全部全体を見てる感じだと思うんですね。で全部が正しくないとっていう思い、全部が完璧に、全部を完璧にしたい、自分もそこの全部の中の一部ですよ、はい、でタイプ3は自分が完璧にっていう、自分がそう完璧に成功したいみたいな、で、すでに自分のことを、自分今の感情として、多かれ少なかれ完全であるって思っているか、俺は完璧じゃないって思っているかですね、っていう違いが挙げられています、はい、で、この9つの性格タイプが分かるという本では、タイプ1がタイプ3かも、タイプ1とタイプ3っていうのは、ワーカホリック、活動的、有能、他人を動かす能力がある、自信にあふれているように見えるっていう点で共通しているが、質問です。早く終えるために仕事の手を抜くことに抵抗はありませんか？あるタイプとないタイプですね、はい、抵抗がないのは多分3ですよね、抵抗がないのは3で、1は抵抗ありますよ、絶対手を抜きたくない、手を抜くのは悪、悪っていうことですね、あと質問としては美徳、美徳は成功よりもっと重要ですか、いや美徳と成功どっちが大切ですか、っていう質問です、3は絶対あれですよね、ああそう成功っていう今の質問を聞いて、なんで美徳と成功ってちょっと分かりやすすぎるので、これ置いといたとしても、その早く終えるために仕事の手を抜くことに抵抗があるかないか、3はそう効率求めますからね、そう実利的な効率、そうなので早く終わらせることがいいことだと、もう時間的コストを有効に使ってるっていうことですよね、今悪く言ってるわけじゃないです、1は完璧主義なんで完璧にしなきゃいけない、なるほど、完全主義、はい、完全主義ってよく書いてありますよね、書いてありますね、はい、完璧主義なんで手は絶対抜かないですよ、これもいいところと悪いところがあるって話ですよね、完璧主義がいいかどうかですもんね、はい、っていうこの5人シリーズっていうのをちょっとずつまた、次は2になるんですか、1のまた違う、で次としましては、どなたか聞いていただければ、真っ先にそれを、順番無視してやりますが、この理想さん的に言うと、次はタイプ1とタイプ5、1と5も似てます、次はなんでタイプ1とタイプ5の、合理ですね、はい、はい、紹介をと思っております、はい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。